食べれるストローもまっすぐ焼けるようになりました。今回はチョコレートのテンパリングをやります。これを施したチョコレートはポッキーのように触っても溶けにくくなります。食べれるストローにコーティングすれば美味しくてふやけにくくなりそうです。準備が整いました。鍋はチョコレートに水がかからないようにボウルと同じサイズの小さいものを使います。テンパリングは今回が初めてなのでイメージトレーニングをやっています。レッツテンパリング。まだ油温は低いですが、時短してチョコを投入します。水が入らないように気をつけてかき混ぜずにそこから回すようにします。溶け出す気配がなくて心配でしたが、温度が上がってきてからは簡単で成分が分離して油が浮いてくることもないようです。テンパリングはチョコレートの結晶を安定させる作業ですが、50度くらいに溶かした後一旦25度くらいまで冷まし、そこから加熱して32度あたりをキープさせて完成という解釈で合っているでしょうか。サラサラとしてコーティングしやすそうですが、少量だからなのか寒さのせいなのか温度が下がりやすいです。人肌なのでつい手に取ってしまいました。助けに来たよ。同時に仕込んでいた生地に練り込みました。テンパリングの完成はナイフ等にかけて確認します。少量だからなのか寒さのせいなのかチョコレートの温度が安定しません。水星ちゃんトマトごっこで遊んでいた間に硬さがドロッと変化して違う気がします。数分後、成功なら固まって溶けないはずですが、ダメダメです。舐めてました。失敗です。失敗です。今回は失敗しましたが、チョコレートはやり直しが簡単にできるのがすごいです。バットに広げて次回にリベンジです。